私はハーレム生まれのフードブロガーカッサンドラよ。今日は私のおすすめの料理を3つ紹介するわね。第3位はチキン&ワッフル。フライドチキンはソウルフードの代表料理。もともと奴隷制の時代に白人が捨てていたももの骨付き部分を揚げて食べたというルーツがあるの。私たちに欠かせないものよ。紙袋に入れて小麦粉を振る技も古くからの知恵ね。揚げるのはじっくり低温で150度の油でおよそ10分。火を通せばジューシーに仕上がるわ。最後は焼きたてのワッフルに添えて出来上がり。食べ方が面白いのよ。ワッフルにいちごのバターを塗った後、メープルシロップをたっぷり、そしてフライドチキンにもたっぷりかけちゃうの。甘さと辛さが口の中で相まって最高なの。元気が出るからブログのアイデアも次々と浮かんでくるわ。第2位はスープとフフのセット。フフはジャガイモのでんぷんの粉と水を混ぜ20分ほど煮込んで作るアフリカの伝統的な主食なの。ハーレムではアフリカ料理の店が人気。フフとお好みのスープを選んで一緒に食べるの。私が好きなのはヤギとスモークターキーが入ったパームナットスープ。今アフリカ料理の店が続々オープンしてるわ。フフは手で食べるのがおすすめよ。こんな風にしてスープをつけるんだけど、いくつものスパイスが口の中で広がってアフリカの大地を感じるわ。フフきっとニューヨークでウケるな。これもブログに載せちゃおう。第1位はこちら、チョップドチーズ。ハンバーグの表面を軽く焼いたらこのように叩いて炒めます。その上にチーズを乗せて溶かし、ヒーロという薄いパンにトマトやレタスと一緒に挟んで出来上がり。この香りたまらない。もともとはアラブで生まれた料理ですが、ハーレムに渡りチーズが加えられると地元の人々に大受け。ニューヨーク中から人が集まるほどの名物になりました。これぞハーレムの味ね。あなたもハーレムでお気に入りの味を見つけてね。では。